アポマトックス・コートハウスの戦いは、南北戦争の最終盤1865年4月9日に、アポマトックス方面作戦の最後として、バージニア州、アポマトックス軍で行われた戦いである。この戦闘での敗北の結果、南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍は、北軍ユリシーズ・グラントに降伏し、南北戦争を事実上を終わらせることになった。 1865年4月1日、北軍フィリップ・シェリダン少将の騎兵隊は、ファイブ・フォークスの戦いで、リー軍の右側面に回った。翌日グラント軍は、ピーターズバーグの防御線を決定的に突破し、包囲戦を終わらせた。リーは、ピーターズバーグとリッチモンドを放棄し、補給列車が待っている、はずの西のアポマトックス駅に向かった。そこからは南に動いて、 ノースカロライナ州にいるジョセフ・ジョンストン軍との合流を期待していた。4月8日、アポマトックス駅の戦いで北軍のジョージ・カスター巡将の急変次団がリー軍を待っていた3編成の補給列車と25門の大砲を捕獲し列車を焼いて実質的にリー軍の退路を塞いだ。北軍のポトマック軍とジェームズ軍はアポマトックスに集結した。リーは アポマトックスにあった自軍の補給物資を破壊され、この時他に補給物資が待っている、リンチバーグへ向かう鉄道に目を向けた。北軍はリー軍に迫っており、リー軍とリンチバーグの間には、北軍騎兵隊がいた。リーは、不評隊が到着する前に、騎兵隊を突破することを望んだ。リーはグラントに伝言を送って、現在は、 降伏を望んでいないが、グラントの提示する条件がいかに南軍に影響するかを議論する用意があると伝えた。グラントは白動性の頭痛があり、D がまだ戦うと言っているかのようだと言った。北軍の不評隊は接近していたが、シェリダンの騎兵隊を支援できるだけ近くにいる部隊は、ジョン・ギボン少将のジェームズ軍、第23軍団だけだった。 この軍団は21時間で30マイルを行軍して、騎兵隊のところに到着した。ジェームズ軍指機関のエドワード・オードは、第24軍団と共に午前4時頃に到着し、第5軍団も後方に近づいていた。シェリダンは、アポマトックス・コートハウス南西の低い尾根に、騎兵3個師団を配置した。月日の夜明け、南軍ジョン・ B ・ード少将の第軍団は、 シェリランの騎兵隊を攻撃し、素早く最初の前線から交代させた。南軍のフィツヒューリー少将の騎兵隊が北軍の側面に回り込んだ。次の前線は、ラナルド・エス・マッケンジーとジョージ・クルック各巡将が守っていたが、これも交代した。ゴードン軍団は、北軍前線に突撃して、オネを占領したが、その長部に達したとき、北軍第24軍団前軍が、 第5軍団を右手にして、戦闘体系にあることを見出した。フィッツヒューリーの騎兵隊はこれら北軍を見て即座に後退し、リンチバーグ方面に去った。オード軍団がゴードン軍団に向けて前進を開始し、一方北軍の第2軍団が北東にいた南軍ジェームズ・ロングストリートの軍団に向けてこれも前進を始めた。リーの参謀。 チャールズ・ベナブル大佐がこの時ゴードンのところに馬で乗りつけ評価を求めた時ゴードンはリーが聞きたくないとわかっていることを答えたリー将軍には私がこの軍団をボロボロになるまで戦わせたこと今ロングストリートの軍団から十分な支援が得られなければ何もできないと思うと伝えてくれリーはこの答えを聞いてついに避けがたいことを告げたそれでは私ができることは グラント将軍に会いに行くこと以外残っていない、私は千の死も死のう。リーの主観たちの多くは、ロングストリートを含めて、軍隊が降伏することが残された、唯一の選択肢であることに合意した。ただ一人降伏に反対した、高貴な主観は、ロングストリートの方兵長、エドワード・ポーター・アレクサンダー・チュンであり、もしリーが降伏すれば、他の南軍も同じ道をたどると予言した。 午前8時、リーは、馬で、グラントとの会見に向かい、3人の副官が同行した。ゴードンの前線と、ロングストリート軍団に、いまだ前進している、北軍三兵のあたりでは、銃声が聞こえており、リーはグラントから伝言を受け取った。グラントとリーの間で数時間文書のやり取りがあり、急戦が実現し、グラントは、リーの降伏条件を議論したいという要請を受けた。 リーの副官チャールズ・マーシャル大佐がグラントとリーの会見場所を探しに行った。マーシャルはウィルマー・マクリーンの家を選択したが、マクリーンは偶然にもこの南北戦争での最初の大会戦である第一次ブルランの戦いの時に南軍 PGT ボーリガード将軍が借りた家の持ち主と同じものだった。リーはシミ一つない制服を着て、グラントの到着を待った。 グラントはリーからの伝言を受け取った時に頭痛が、収まり泥の跳ね散った制服を着て到着した。政府支給のフランネルのシャツを着て、ズボンは泥のついた長靴に託し込み、体験はなく、唯一色褪せした検証のみがその階級を示していた。グラントは突然悲しみに囚われて、会見の場所に行くのが辛くなり、二人の将軍は、以前米北戦争で出会った時の話を簡単に、 しただけだった。リーが、当座の問題に話を戻し、グラントは前に決めていたのと同じ条件を提示した。今月8日のあなたに宛てた手紙の対応に従い、次の条件で来たバージニア軍の降伏受け入れを、提案する。すなわち、すべての士官と兵士の名簿を二部作成すること。一部は、私の指名する士官に渡し、他の一部は、 あなたが指名する士官あるいは士官たちに保管させること。士官たちには、アメリカ合衆国政府に対して、適切な交換が行われるまで武器を取り上げられること、なく個々の仮釈放が与えられ、中隊あるいは連隊指揮官は、その指揮官の兵士の同様な仮釈放に署名すること。武器、大砲及び公的な資産は止め置かれ、私が受け取りを指名する士官に渡すこと。これには、 主官の体験を含まず、死没の馬や荷物にも及ばない。これが終われば、各々の主官や兵士はその故郷に帰ることが許され、仮釈放の条件と済むことになる場所の現行法を守る限りアメリカが衆国当局によって妨げられることはないこと。この寛大な条件に加えて、グラントは、配軍の兵士たちにその馬やロバを連れ替えり、春への植物の種を持たせ、 リーにはその上た兵士たちに食料を与えることもした。リーは、それが兵士たちの間に大変良い効果をもたらすであろうこと、国中に和解をもたらすために良い効果を生むであろうことを述べた。リーが家を出て、馬で去ると、グラントの兵士たちは祝賀の喝采を始めたが、グラントはそれをすぐに止めさせた。しかし、私はすぐに、それを止めるように言った。南軍も今は、 我々の国のものであり、彼らの失墜を喚起したいとは思わなかった。4月10日、リーはその軍隊に、国別の挨拶を行った。同じ日に6人の代理人が集まって、正式な幸福儀式について話し合った。ただし、南軍の士官は誰も、そのような行事に出たいとは思ってもいなかった。その儀式を遂行するために選ばれた北軍の官は、ジョシュア・チェンバレン将であり、 彼はあと2865年4月12日に目撃したことを回想し、感動的な惨事を書いた。この儀式の重大な意味で私は深く感動した。私はそれを何か認識できる印で残そうと思ったが、それは祝法以外の何者でもあり得なかった。受け負った責任を認識し、その後の批判も考えると、結果はそのような種類のものでは少なくとも、 私を動かし得ないことが分かった。そのような宿法が南軍の旗が立っている方にではなく、北軍の旗の間に下ろされることに対してなされると提案することで、もし必要ならば弁護されることだろう。しかし、私の主要な理由はそのために、いかなる権威も許しを請うことも求めないということだった。我々の前に誇らしく屈辱の中で立っているのは、男らしい者たちそのものであり、 その労力や苦しみも、死という事実も、悲惨なことも、希望の無さも、その決意を曲げさせることはなかった。今我々の前に立っているのは、痩せ、疲れきり、空腹ではあるが、直立し我々を直視し、他でもない我々と共有する記憶を思い起こしているのであり、そのように試され約束されて連邦に戻ってくるのを歓迎される男たちではないか指示があり、 各師団の長が我々集団の向かい側に並び、ラッパーの合図で我々の前線が右から左まで連帯から連帯と並び、兵士が挨拶を交わし、縦銃から構え銃まで祝報が鳴った。渋滞の先頭にいたゴードンは沈んだ心と節目で馬に乗り武器を渡す音を聞くと顔を上げてその意味を悟り華麗に馬を回して、 自分自身と生まれ高揚した姿となり、その剣を長靴のつま先に落とすときに満足げな挨拶をした。続いて舞台の兵士たちに向かい、その一連の旅団に同じ位置で我々に渡すよう声をかけた。栄誉が栄誉に応えた。我々の側にはもはやラッパの音もなく、太鼓も歓声も言葉も虚しい栄光のささやきも、 整列して立っている兵士の動きもなくなったが、死の時が過ぎるかのように経験が静寂さと息を殺したようなものがあった。ジョシュア・エル・チェンバレンこの日27,805名の南軍病が通りその武器を積んだ。この時国中では17万5千名の南軍病が残っていた。南軍のポーター・アレクサンダーがまさに予測していたように、 他の南軍が降伏を始めるのは時間の問題だった。リー降伏の知らせが広まると、他の南軍指揮官たちは南軍が死にたい以外の何者でもないことを悟り、自分たちも武器を置くことにした。リーが合流を望んでいたノースカロライナ州のジョセフ・ジョンストン軍は4月26日に、ウィリアム・シャーマン少将に対して降伏した。エドマンド・カービー・スミス将軍は5月に、 そのミシシッピ流域軍を降伏し、スタンドアティ巡承は6月23日に最後の軍勢のある組織化された南軍として降伏した。この降伏後にもいくつかの小さな戦闘が起こり、パルメット農場の戦いは南軍最後の軍事行動として広く知られている。リーは降伏の時のグラントの寛大さを忘れることはなく、その残りの人生を通じて自分の前で グラントについて言われたぶしつけな言葉を容赦しなかった。同様に、ゴードン将軍は、その降伏する軍隊に敬意を表するチェンバレンの単純な行動を胸にしまっておき、騎士の誉れの例として、チェンバレンのことを引き合いに出した。ありがとうございます。